岩田和親は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元佐賀県議会議員、元防衛大臣政務官、佐賀県佐賀市生まれ、佐賀県立佐賀西高等学校、九州大学法学部卒業。大学在学中に、佐賀県議会議員を務めていた父、岩田秀則が死去し、それをきっかけに、政治の道を志した。 大学卒業後は経営コンサルタントの大前、県一の秘書を務める。1999年、佐賀県議会議員選挙に出馬し、佐賀県政治上最年少の25歳で、初当選した。以後、3期連続当選。2010年、自由民主党の佐賀県第一選挙区支部長に、就任し、投稿人を受ける。2011年の佐賀県議選には立候補せず、 2012年の第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で佐賀一区から出馬。民主党前職の原口和弘元総務大臣を約7000秒差で破り、当選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、前回破った民主党の原口和弘に佐賀一区で破れ、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、再選。 2017年の第48回衆議院議員総選挙では、再び原口和弘に佐賀1区で敗れたものの、比例九州ブロックで復活し、参戦。2019年、第4次安倍再改造内閣で防衛政務官に就任。ありがとうございます。